関杯は関杯の一種。現在中国で創作されている関杯は、多くは五七五イコール十七ことで、これは日本の俳句の音数率を原始的に輸入模倣したことから始まったものである。しかし、中国語と日本語は、助字の仕様の高や、用言の語尾変化など、異なる要素が多く、一言の持つ値の大きさが異なるので、 関杯イコール日本俳句とは扱えない。五七五イコール十七ことの関杯は、むしろ西洋史の産業史である。一般に産業史に比べ、俳句は述べしる数音数が世界で最も短い、端子型で、個と数そのものでは最も寡黙な誌系である。俳句は、その科目を逆手にして、余白余韻を最大限に活用し、むしろ最大の内容の伝達を行わんとするものである。 和漢と呼ばれる非漢句混在の作品創作は江戸時代からあったが、漢句は一様に五言で記されるのが習慣であった。日本語句に混じって漢句五言句の挟みは映ずる場合、音数率の違いでどうしても違和感が残る。2001年5月、中国の北京大学シンポジウムにおいて、連句の非漢人一座混流する催しが設けられた際、 連ンクの巻きがスムースな温数率同調にて進行することを目的に日本連駆の長短交互の様相に同調すべく、管駆も長駆の場合は343イコール10個とタンクは43イコール7個とを標準音数とすることを中尾青酔が提案し大会で採択され創作の場で実施に移されその目的と効果は確認された。これは 日本語連句のチョークもガンクのチョークも、息継ぎやキレを考えての一句のうち、各句章の白数が4であることに着目したもので、チョークは4、3の白数、同様にタンクも4、2の白数とした。以来、非漢人交流の場での連句の実作にはこの方式が多く採用されるようになった。連句を離れて、一句たちの寛杯の場合も、戦術の極端たるべき趣旨に合う、う、 343イコール10個と標準とするタンハイが中国の関杯創作愛好家グループに向け推奨された。タンハイは日本の俳句の普及愛好に似た優れた本質を有するので今後中国でも徐々に好まれ普及するものと予測される。ありがとうございます。